はい、皆さんおはようございます。オカルト実践やっていきたいと思います。今日は朝一の入場からではなくって、オカルトがバッチリ決まるであろう、もう時間は14時ぐらいですかね。さあ、お店、新装で、稼働がもう結構あります。空き台もなかなかないですけど、まあ、一応今1台抑えてきましたけども、オカルトがねバッチリハマるタイミングだと思いますので、今日もオカルトで勝ちにいきたいと思います。頑張ります。というわけで今店内ですけども、お客さん、まあ、稼働が半分ぐらいですかね、結構もう回して移動されたっていう方も多いんですけど、この状態からオカルトを取りに行きたいと思います。でですね、もう実は私は台を押さえたんですけど、結構いい台はあるんですが、オカルトに設定は関係ありません。一応ちょっと押さえた台これですね。これ、はい、ゾーンで落ちてましたんで、これちょっと押さえました。バケ位置で491ということで、500のゾーンはまるでしょう。行ってみましょう。とりあえずですね、ジャグラーにはゾーンがあるんです。今488ゲームという台ですね。ちょっと今横ではめちゃったお母さんの横でね、申し訳ないですけど、ません。はい、じゃあ行きたいと思います。まあなんだかんだ勝っちゃうのがオカルトなんで、正直まあこのね、路中流せでやってるの多いですけど、もう大体勝ってます。はい、皆さんご存知の通り。じゃあ行きます。488からちょっとねゾーン手前ですけどやらせていただきます。さあ、どうですかね、もう店内でかなり合算のいい台というか、馬券ついてる台が、たくさん出てきてるんで、いい台ね、設定がいいという台はもうお客さん離れなさそうですね。そんな14時からじゃあ皆さん打たないのって言ったら打つんですよ。まあでもね、そんな適当に打ったらあかんです。適当に打ったらあかん。ちゃんとゾーン考えて打ちましょうね。はい、ロスタイムです。ロスタイムこれでも600。あー、そう当たりませんでした。1回目のオカルト失敗と、いきなりの失敗です。はい、ちょっといきなり200枚私失いました。ちょっとテンション、ちょっと舞い上がってましたね。はい、マイナスもう200枚です。さあ、台を空回しして放出させる、まあいわゆるボンカレー打法というね、このままね台をね、数分放置するという技ですけども、まあ回してですね、そうすると中のランスがぐっちゃぐちゃになってですね、カレーが出来上がる、ね、その時間に、ボーナスもね、出来上がるということで、ね、これはもう古来、ね、日本古来からあるオカルトです。はい、3分待ちます。まあこれをやることでね、この、連チャンが取れますから、ね、時間の無駄ではないです。早を回せやと言われますが、これは時間の無駄ではない。立ちました。はい、さあ今3分待ちましたんで、ここからですね、まあ、一応100ゲーム以内に当てないと、まあ、ね、オカルトってのはまあ失敗なわけですけど、125ゲームからのスタートですね。で朝一6ゲームかなんかでバケを引いてますね。その後に125を回されて、ね、放置されたという悲しい台です。部失敗です。やばい、投資が350枚やばいです。いやー、あかん、キャー、やってしまった。終了です。イエーイ、やばい、476ゲームやっちまった。普通に言った方が良かったっていうオチはないから、本当この番組においてそんなバカな。この台が、397ゲームでやめられてましたね。いや、これもまた何のゾーンでもないところを打ち始めますが、ビッグ6、バケ10ですか、バケ先行しちゃってますと、合算は良くないね、180ぐらいです。だから、まあ、この台も、ね、決してなんか、ね、設定がっていうあれではない。誰、私、ついに、あっ、すいません、3枚掛けしちゃいました。当たってました、406。ああ、ようやくです。よかった。あ、すいません、回しすぎちゃった、放置しすぎちゃいましたね。化けるんかい。ひゃー、ひゃー。はい、ここまで来て化けですけど、まあ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 、当たったことに意味がある。406ゲームね。はいはいはい。はい、というわけで、ね、ようやくオカルト化けでしたけどね、1個当たってくれましたね。やっぱ自分でも気づかないレベルというか、まあこれ音がね鳴りますんで、それで、ただこう近い人はなんか紛らわしいんですけど、振り向いたらみんな振り向いてたんで、はい、ああ、よかった。とりあえずこれ1個光ったから、まあ、ここからはねバクレーンすればいいだ。はい、どう、うん、あ、違った、すいません、周りの人の音に反応しちゃいました。はい、もろたということで、700枚挽回しますよ。10ゲーム、また10ゲームです。さあ、取りますよ。チェリ町のビッグちょうだい。よっしゃ、あぶねえ、これで400枚取り返しました。ああ、投手700ですから、なんとか、投手が700の今400枚か。はい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 、全然あと一発で取り返せる。はい、これは本当のラストね。はい、終了。あー、レンジャー2です。すごく中途半端、です。はい、じゃあちょっとゆっくり叩いていきましょう。230ゲーム、まあ、これはまあもうやることは単純でして、まあやっぱり普通に打てたら当たらんので、ね、乱数見出していきましょうやということですね。とりあえず今持ち球が100、200ぐらいあるんですけど、ね今100ゲーム、ねのところで当てに行きますわ。皆さん見ててください。ゆっくり叩く。止めるのはめっちゃ早いですよね。この一瞬の間が大切です。いや、台もこのマックスベッドからの流れをね覚えてると思うんですよ。今の台賢いんで。残念。ああ、こんなに当たらないとはちょっと外の空気吸ってきます。もう全然オカルト決まんねえっすわ。どういうこと？どうなってんの？スランプ、オカルトスランプ。喉も枯れてる。なんだ、調子悪い、調子悪いぞ。もういざね、ピンチの時に使おうと思ってきましたが、ちょっとあんまりこの台もね、数値は良くない台なんですが、750ゲームぐらいで、ビッグに馬券1というところで、今400ハマってます。408ゲームで、もう運気を上げるんです。まあ、運気を上げる神様はトイレにいますね。トイレの神様にで力を借ります。ちょっと打ってですね、トイレに行きます。そうすると何が起こるか、トイレには神様がいますんで、その運気を、ね、トイレから連れてくる、運をつけてくるということですね。そうすることによって、自分では出せないパワー発揮することができます。そろそろ行きましょうか。はい、行ってきます。はい、というわけで、今、トイレから戻ってきました。運気を持って、戻ってきましたんで、すぐ当てたいと思います。さあ、ちょっととりあえず今投資が大変なことになってる。15ですか、オカルトにおいてね。ちょっと投資15はなかなかなもんですけど、で、まあ別にビッグ3連ぐらいですぐね戻ってくるんですけど、じゃあ内容が良くないですね。だから当たって粘れるっていうのが、まあ毎回のね、やっぱオカルトの成功例ですけど、ちょっと今日はやばいっすね。おいしょー、よかったー、459。ああ、神様ありがとう。ちょっとね、もうやられてる、精神やられてます。ビッグでお願いします。超ビッグで。うわー、はい。で、運気は上昇してた、トイレの神様連れてきましたんで、当たるには当たったけど、化けですか。オカルトはね、さらにオカルトですけど、ビッグに寄りがちというのがあるんですけどね。まあ、100ゲーム以内ね、引き続ければいいです。よいしょ、そういうこと。22ゲーム。さあ、ゾロ目ではビッグちょうだい。ああ、ブドウですか、まずは。はいよ、ビッグ取るよ。ゾロ目で。よし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 。なりました。今日は8ビッグがゾロ目です。危ねえ。タタタララタラタ。危ない。助かった。はい。さあ負けビッグということで今400枚超えましたね。ドイルの神様ありがとう。やっぱり運気を連れてきてくれました。ね、ゴッドオブトイレット。私、全く関係ないんですけど、ウォシュレットのやっぱハードユーザーでしてね、ウォシュレッターやってますんで、いや、トイレの神様は私のことをね、やっぱり見放してなかった。ここから行こうや。そういうことや、そういうことや。揃えるよ、もうせいや。よいしょ、やりました。レンちゃん68耐えた、耐えました。今360枚残ってるね。まあ、これで660枚ぐらいか。あと1回ワンビッグ、ビッグでいけます。もしくは負けに2連でもいい。もう分かんないですね。運気上昇中。ああ、残念。いやでもトイレの神様やってくれましたね。500枚。今手持ち500枚残ってます。500枚残ってます。はい、というわけで、人生が終了しました。お疲れ様でした。いやー、ひりつきましたね、今日は。はい、オカルト実践、午後からね、オカルトがばっちりはまると思って、午後から、今日はチャレンジしてますけど、なんでしょうね、やっぱり今まで朝一のね、カニ歩き、モーニングがあると、私は思って打ってますが。そこの出玉がやっぱり最初あってからの立ち回りが、ね、結構うまくいってたっていう可能性もあるんですけど、今日はちょっと出だしがねなかなかね、難しいしんどい展開になってしまいまして、なんと、何個やろうともですね全く当たらない、ね、結構な投資額というか、振り返るとそんなに投資いってないですけども、結局500枚ぐらい使ったら。ちょっともうアウトだなと思いつつ、さっくり500枚なくなりまして、でもそこでやっぱり終わるわけにはいかないんで、オカルトをね、他のオカルト行きましたらちょいちょい当たって、ね、少し粘ったんですけど、結局ね、今日の難しいところは珍しいオカルトを使っちゃったっていうやつと、あとは化けによってしまったかなっていうところぐらいかなと思いますんで。それがなければ全然良かった、そう言っちゃうとあれなんですけど、でも最後の最後にちょっと逆転の目があって、ね、初めて繰り出しましたが、トイレの神様、しっかり運気を、ね、持ち込んで、ね、連チャンさせてくれまして、あと一息、あと一発、ね、あと一発が難しいんですけどね、そのあと一発、最後もね、もう1オカルといって当たるんですけど、バケと。でもこれ楽しいですね。やっぱりひりついてね、プラスもうちょいでプラスになるとね、なんか、わかんないですけど、設定を狙って勝つもよし、ね、こういうね、マイオカルトでも全然、戦えちゃうですよね。ジャグラーすごい、北谷さんありがとう。はい、というわけで、結果がですね、結果を全然言わないやつ、結果はですね、投資が800枚の回収が443枚ということで、最後ちょっと伸ばしちゃいましたね。最大の出玉で600ぐらい持ってたんで、ほぼ、ね、あと一発っていうところがまくれず、3枚でマイナス357枚ということで、今日はちょっと久しぶりに負けてしまいましたが、言うてもね、その一発分ぐらいかな、ね、毎回もっとプラスになってますんでね、ちょっとトータルで見れば全然ね、いい結果。ね、ちょい負けという感じになってますんで、私は体を張って、ね、実証、ね、検証しに行きますんで、ぜひまたご覧いただければと思います。というわけで今日はなんか逆に気持ちいい、ひりついて気持ちよかった、なんかスロッタの血騒いじゃったなというところで今日は終わりたいと思います。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。